みなさんこんにちは、ことぶきみなこです。こんにちは、豊崎あきです。イエイ、今日はですね、はい、またしても美味しいものをデパ地下シリーズをおすすめするというシリーズです。いいです、やだ、お腹すいたの。あ、ほんと、うん、今日お腹すいてる。そう、お腹すいてる。あ、よかった。お腹すかせてきた。しかもね、みなちゃん、今日は夏の装いで、暑いですからね。真夏なんですよ、今日はそんな夏にぴったりのスイーツをお持ちいたしました。嬉しい。はい、本日ご紹介するのは種屋さんの語呂合わせというスイーツでございます。これかな。あの、一応和菓子屋さんなんです、種屋さんっていうのは。でも、あの、結構斬新な和菓子というか、未だかつてない和菓子っていうのを割と作っていて、結構洋風の食材と組み合わせたり、それこそ私が最近食べてすごく感動したのは、オリーブオイルをかけて食べるお団子みたいなのとかあるの。おしゃれ。あと、あの、もちろんね、水羊羹だったりもなかだったりとかっていう定番のやつもあるんだけど、ちょっとそれもひねってて、うん、ゼリーとかも和菓子屋さんなんだけどブルーベリーを使ったゼリーだったりとか、あと夏はトマトのゼリーとかもね、うん、トマト、はい、私たちはトマト結構苦手族なので。ねえ、それ食べれんのかな。どんな感じのか、なのでちょっとね、また種屋さんのトマトゼリーだったら、でももしかして食べられるかもしれないから、それは私もいつか食べたことないんで食べてみたいなって思ったりして、まあそんな感じで結構和菓子屋さんではあるんですけど、あの、いろんなね、食材と掛け合わせて和菓子を作っているというおしゃれな和菓子屋さんなんです。面白い。で、こちらの種屋さんの語呂合わせという商品、まあなんだかわからないのと思うので開けてみてください。まずは開け口がね、そこにあります。ちゃんと開け口って書いてくれてるね。そういうところもね、丁寧なんですよ。ここで開け口と、確かに開けてもシンプルに開きましたね、はい、そう。そしたらこうして便利な収納ボックスみたいな、なんか本当だ、筒が、そう、プラスチックの透明な箱の中に、なんかね、下にはこれソースが、おう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 、ソースと、分解されてた、はい、よく見てください。これ分解してください、これを、はいはい、取り出しました、全部。オレンジのが、まあ、ソースが入ってて、これはまあ後で置いといていただいて、うんうん、これよく見て、ここに、あ、透明な月棒、はい、で、これよく見ていただくと、こっち側にですね、このピロピロがついてる方に、さいの目にこう、なんかこう、仕切りがついてるんですよ。なってるね。つまりこれ、この月棒でこれをチューンとついて出すという。まさか、はい、あれではないですか。そうなんです、夏の風物詩、ところてん的な、ところてんおやつなので、まあ、やってみましょう。楽しいでしょ、これ。そうだね、まずところてんするところからね。ところてん、ところてん好き？好き。あ、本当、よかった。やっぱなんか、私、麺類が大好きだから、ところてんも麺みたいな感じを感じるのよ、ね、はいはいはい。出口フィルムを剥がします、はい、出口フィルムはこの格子がついてる方ですね、楽しいじゃろ。もう出ちゃいそう。まだ、いや大丈夫、結構ね、しっかり硬いから。そっかそっかそっか、うん、大丈夫大丈夫ね。あ、ほんとだ、ビクともし、あ、ちょっとちょいっと重さでね、来てるけど、はいはいはい、これがね、気持ちいいのよ。お、やってみてよ、これ。はい、いきたいと思います。はい、さあ、いくよ。この向きでいいのね。いいよ。あ、チュルル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 ル、いや、伸びる。お、気持ちいい。見てるだけでも気持ちいい。涼しい。じゃろ、やか。え、これでもうできたの？そうで、なってる、なってる。そうなの、なってるのよ。ほんとだ。なんでこの、ね、切れてる。四角い寒天というかゼリーなんですけど、はいはい、これをこう私もね、つきますね、これでね。いってらっしゃい。いくや、うん、ちょっと高いとこから行くかな。あはは、だいぶ。入るかな。入るかな。入るかな。麺状になりましたね、うん、こちらのオレンジの袋ですね、はい、今はこれをかけてください。はい、はい、な感じも。え、オレンジ、そう、これが今日はですね、
なんと、まあ、ところてんって結構酢醤油とかでね、ちょっとしょっぱい感じにもなる、いらっしゃる方多いと思うんですけど、はい、今回スイーツですので、今回は今の季節マンゴー&パッションのソースでございます。絶対美味しい。オレンジなんですね。いただきましょうか。いただいてください。今日のね、あのファッションにもぴったり。確かに色合いがナイスコーディネート。ナイスコーディネートよ。わあ、いい。やっぱ麺食べてる絵はしっくりくるね。好きな感じになるわ、うん、うわあ、いいビジュアルになって。いただきます。うんうん、ゼリー。そうなの。本当に今まで食べてたところてんとは全然違う感じで、めっちゃ美味しい。冷やして食べても美味しいね、これ。そうなんです、うん、私はなので買った時は冷蔵庫とかでめちゃめちゃ冷やして、うんうん、夜とかもさ、甘いものといってもこうさっぱり食べたいみたいな季節だったりする時に、うんうん、これを食後にチュルンといただいたりとかね。麦茶とかとも合いますね、これね、うん、私もいただきます。のどこしがいい。はい、うん、うんうん、すごい。ところてんなんですけど、食感は、うん、このマンゴーとパッションフルーツなので、うん、一気に南国のスイーツみたいな。確かに南の島に来たみたいな和菓子のはずなのに。本当だね。ねえ、しますね。美味しい。すごい、こんなに弾力あるのすごいね。そうなのよ、なんかね、うん、ちょっとね、あの、うん、こうやってお箸でリフトしても全然ちぎれないというか。確かに。なので最初みなちゃんがね、うん、こうギュッとところてんを出す時に、うんうん、もう落ちちゃわないかなって言ってたんですけど、うんうんうん、もう全然このしっかりしてる、ポヨンポヨンと弾力のある。すごいわ。はい、なので結構ほらこんにゃく的な食感好きな方とかは、うんうんうん、すごく好きだと思いますね。好き。はい、今日はですね、夏にぴったりなこの種屋さんの語呂合わせという、語呂合わせ何て言えばいいんだろうな、ところてんスイーツ、ゼリースイーツなのかな、うんうん、をご紹介しました。時期によって全然味とかもフレーバーとかも変わってくると思いますので、うん、興味のある方は涼しい夏のおやつにぴったり、うん、ご賞味いただければと思います。はい、みなちゃん、はい、最高でしたねやっぱもう本当にやっぱまちょっと夏ね、うん、今年も暑いじゃないですか。暑いよね、毎日で夏バテ気味なんですよ。そうするともうほぼ朝昼晩麺でもいいぐらい麺類欲しちゃうのよ冷たい麺ね、冷たい麺を求める、うん、その中にこれおやつで食べられたら本当に幸せだなって思いましたので、皆さんにも食べてほしい。はい、うまい。ということで本日も美味しいおやつタイムでございました、ね、引き続き、またいろんなスイーツをご紹介したりとか4人でゲームしたりとかしていきますので、フォーカラーズラボ見てください、はい、ということでまたね、バイバイ。